こんにちは、ハブリチャンネルの佐藤ひのです。あたしです。はい、今日はですね、第2回目のテムの購入品紹介になります。イエーイ。今回はもうすごい量買ったので、ビシビシでどんどん紹介していこうと思うので、ぜひ皆さん最後までお付き合いください。お願いします。そして今回もこの動画を見て気になった方はぜひクーポンコードをお使いください。でもクーポンコードをね、もしゲットしたら24時間以内が有効期限なので、まずはね、欲しいものをチェックしてから使用するのがおすすめです。それではテムの商品紹介スタート。まずはコスメ美容系に行きます。はい、はい、私はまず1個目は化粧パフ、メイクスポンジを頼みました。おー、めちゃくちゃもちもちで使いやすそう。すごいふわふわ。これはね、日焼け止めを逃すのに使うと思います。はい、次はこのふわふわしたヘアクリップです。これね、めちゃくちゃ欲しかったんだけど、パフアップした時につけると思います。こんな感じ。はい、そして次はリフトバンドのグレーを買いました。ね、これ写真のさ、見たことある。そうそうそう、あの朝足を顔洗う時にここにこうやってやると、あの水が垂れないよっていうやつをね。他にもね、白があったんだけど、ちょっとグレー買いました。白にも貸してね。すごい触り心地がふわふわしてて吸収力も良さそうだね。うん、ちょっとさ、顔洗った後これでちょっと拭いちゃうよね。意味ないじゃん、めっちゃ顔傷つけるこれ。皆さん真似しないでください。はい、次はこんな感じのネイルチップ買いました。めっちゃ可愛い色で、つけるのが楽しみで、ね、なんかすごいキラキラしてる。そう、それすごいネイルチップ最近つけてるからめっちゃ可愛い。楽しみ。もう次 JK ですよね。そうですよ、 JK なんで楽しみます。うわ、私はネイルチップ頼みよかった。頼まなかったんだ。そう、まあでも僕だけ欲しいのもあったし。おお、じゃあ楽しみよ。はい、次はこちら、じゃじゃーん、メイクブラシセットを買いました。でこれはスレッドゴールドっていうやつの色を買ったんだけど、めちゃくちゃね、この持ち手の部分がすごいキラキラしてて、めっちゃ可愛い。いろんな形があって、いろんなところでも塗りやすそうだね。うんうんうん、10個入ってるから良さそうです。しろ、これがすごい気になる。見てください、この形。なんか潰れてるね。ここにこうやってやったら、ここにこうやってやるのかな。ねえ、ちょっと使うのが楽しみです。めっちゃ柔らかくてね、使いやすそうです。はい、次はじゃじゃん、ミニジュエリーボックスです。おー、かわいい。でね、これすごいめっちゃ欲しかったやつなんだけど、じゃん、はい、こんな感じなので、めっちゃちっちゃくて可愛いんだけど、ここのね、上の部分にピアスをさせて、ここのね、ポケットみたいなところにね、イヤリングとかを入れれることができて、で、ここね、ここにまず指輪が入れられるので、このケースは取り外しもできるのだから、ここに指輪入れじゃなくて普通にいろんなネックレスとかを入れて収納もできるし、指輪も入れられるよってやつ。はい、でね、これ本当にすごいちっちゃいのにめちゃくちゃしっかりしてるし、すごい自分でもお気に入りの商品なので、これはね、高校の時に持ち運ぼうと思います。次はメイクブラシ収納ボックスです。おー、はい、こんな感じでね、結構大きめっちゃ大きめなんだけど、これね、360度もあるんですよ。こんな感じで、じゃあさっきこの買ったブラシで、うん、を立てるってこと。そうだね。はい、こんな感じです。おー、かわいいね。かわいいよね。アイライナーとかグリッターとか入れてもいいかもね、うん、ね、パンとか入れてもいいかもね。フォークとかご飯の食卓テーブルのワンとかね。はい、次は私今回の一番の大物商品のジュエリーボックスです。さっきはね、あのちっちゃい方のジュエリーボックスだったんですけど、はい、まずね、素材がそもそもね、めっちゃしっかりしてるんだけど、うん、こんな感じで上は見える収納ですね。で、一番上を開けると、はい、こんな感じでね、この辺にね、指輪が入れられたり、ちゃんとね、仕切りがあるので、いろんなもの入れられたりします。で、二段目をこうやって引き出しなんですよ。引き出しをこうやってガーって開けると、じゃーん、よくない？めっちゃいい感じなんだけど、ちゃんとね、仕切ってあるから使いやすそうだし、3段目もね、こんな感じで、今度は大きめの仕切りですね。で、すごいなんかこの引き出しの取っ手の部分とか上品な感じだから、ね、置いてもめちゃくちゃ可愛いし、すごくおしゃれ。ということでね、見た目も可愛いおしゃれなジュエリーボックス買っちゃいました。私が買ったのはこちら、眉毛を切るハサミですね。これすごい面白くて、ここにこうやってなんか、なんて、くしくしみたいなのがついてて、こうやってピシ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 ってなんか簡単に眉毛を整えられるそうなハサミです。形を整えるのは別だけど、眉毛の長さを整えるのにめちゃくちゃいいハサミです。
そして2つ目がこちら、こんな可愛いゴムを買いました。ここにね、なんか目があって、うん、これね、こうやってシュシュとしても可愛いので、これをね、学校につけていきたいと思います。はい、3つ目はこちら、綿棒ホルダーです。ドレスターを買ったので、ここに綿棒とかを入れてね、うん、細かいところをピッピッってやったりできるので、綿棒入れを買いました。はい、入れてみたらこんな感じになりました。ここがね、穴が開いているので、ここから綿棒を取って、蓋をね、開けなくて取れるので、すごい取りやすそうです。次はフェイシャルマッサージローラーです。これはね、すごい憧れてて、それあったので買ってみました。すごい、これ気持ちいいですね。やっぱり毎日ね、こことかをね、あのコロコロしてリフトアップしたいなって思って買いました。はい、いいと思います。それ持ってるよね。うん、私も持ってます。えちゃんとやってる。まあ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 、最近はね、いい感じです。そして次はじゃじゃーん、シールを大量に選びました。おー、すごい。シャンはすごいシールが大好きで、友達とね、シール交換をするので、これでね、シール交換をしていきたいと思います。めちゃめちゃ可愛いのがいっぱいあるので、すごいめっちゃおすすめです。しかも100枚入ってるので使い放題です。そして次はこちら、電動鉛筆削りなんですけど、この丸い形で上にピューってやるのがやってみたくて、今回あったので買ってみました。早速電池を入れたのでやってみます。はい、せーの。おお、いいね、いいよ、いいよ、いいよ。めっちゃキルキルキル。おお、こんな感じで綺麗にできました。めっちゃ綺麗。これでね、ちゃんと学校で勉強もはかなりますね。これ最高です。そして次は48種類もあるこのマーカーペンを買いました。おお、いいね。すごい、いろんな色があって、シナはあと絵を描くのがすごい好きなので、これでね、暇な時とかに絵を描くのがすごい楽しみです。そして細筆と太筆になっております。もうすごい描くのが楽しみです。はい、すごいかわいい。いい感じ、めっちゃ。ね、いい感じじゃん。はい、次はこちらですね。はい、こちらのキーコレクションっていうかね、こんな感じで、これをここにね、こうやってガチャって刺すことができるんだよ。なんかさ、この感覚みたいなのがさ、なんかね、一回どっかですごい見たことがあって、欲しいなと思って買っちゃいました。おぉ。はい、こんな感じのね、なんかアンプっぽくなってるんですけど、ここにね、こう、自転車の鍵をぶら下げたりとか、家の鍵ぶら下げたりとかして、この、こうやってね、壁にかけとくと、取るときとかさ、刺すときとかの感覚がめちゃくちゃいい感じなの。で、ずっと欲しかったので、買っちゃいました。めっちゃ楽しみ、これから。これもね、すごい憧れてたので、よかったです。はい、こちらですね、じゃん。はい、前回私がね、お金を管理するために買ったんですけど、手帳みたいな、バインダーみたいなやつを買ったんですけど、それのね、分別するときに使うシールを今回買いました。あれ、めっちゃいい感じです。前回のセミぜひぜひ見てください。次はじゃあこちら、ニワトリ。かわいくない？かわいい。はい、こんな感じのニワトリのね、ケースなんですけど、なんとこれはレンジでゆで卵を簡単に作れるよっていうやつなんですね、うん、で、このニワトリをこうやって開けると、じゃーん。はい、1回でね、卵4つ入れられるそうです。でね、うちはね、ゆで卵より半熟派なので、これでね、簡単にレンジで半熟卵を作ることができたらいいなと思って買ってみました。そしてこれが一番欲しかった、これが加湿器なんですよ。すごいね、可愛いキノコの形をしていて、上からポタポタ降ってくる感じです。では早速組み立てちゃいます。それではまず水を入れます。おぉ、来た。すごい水色っぽい、紫っぽい感じ。落ちた、一粒一粒。あ、どんどん雨みたいに降ってる。おぉ、すごい綺麗。こんな感じのポタポタ感がすごい可愛いです。雨みたいな、うん、音もすごい癒されます。こんな感じのめちゃくちゃ可愛い加湿器でした。はい、次はですね、 YouTuber たるもの、これは必要だっていうグッズを今回は3つ買ってみました。はい、まずは1つ目、私が持ってるこれですね。クリアケースなんですけど、こんな感じで開けると仕切りがこんな感じでいろいろあるんですね。で、その中に付属でこんな感じのコードをね、巻くベルトみたいなものが入ってるので、充電コードだったりケーブル系がすごく多いから、すごいごちゃごちゃになって分かんなくなるから、ひとまとめにして仕切ると分かりやすいっていうのを買ってみました。4つの仕切りがあって、コンセントとかを分けて入れようと思います。移動もちょっと多いため、ここにね、持ち運び用の
ケーブルとかの収納のやつを買いました。これに充電器入れたりマイクを入れたりいろんなケーブルとかを入れられることができます。そしてこうやってチェックで閉められるので使い勝手が良さそうです。はい、そしてですねもう一個はじゃんこちらなんですけど、こんな感じでねスマホとマイクをつないで声聞こえやすくするやつなんですけど、こんな感じのを買ってみました。前にねこれを持ってるんですけど、ママのスマホが変わったのでこのね下の部分をね携帯に挿すんですけど、この部分のねママのスマホがタイプ C に変わったのでタイプ C バージョンを買いました、はい、これねちゃんと2つついてるから2人用でめちゃくちゃいい感じです。そしてゆうこ私がやるのは今日はこれからをやっていきますとかっていうやつをやるので、これは大事なマイクです。これはね外でもこうやって持ちながら歩くと外でもね外の音雑音もね聞こえなくなるので、すごいこれはおすすめです。次はライト、こんな感じでツンツンツンという感じで3個買いました。ではまず私たちの間に挟まっているこちらのライトからいきます。はい、ここはクリップになっていて、こんな感じのクリップになっていて、これね机にポッてつけてこうやって電気をつけるとこうやってどこでもライトがつけられます。場所を取らないのですごい可愛くておすすめです。はい、というわけでですね、じゃあ一回つけてみたいと思います。で、つけるとなんかね3段階のライトに分かれてるので自分のね好きな時に調節できるって感じで、でクリップになってるからこうベッドの上とかもつけられるし、あと机とかにもねこう挟んでいろんなところで使えるのでめちゃくちゃいいと思います。はい、そしてね次はねこんな感じの、さっきはクリップだったんですけど奥型のライトも買ってみました。でこれはなんとペン立てもついてるのですごいね便利だと思います。丸い感じのライトになってて、これもね最初同じく3段階に色がっていうか明るさが調節できる感じになっています。はい、次の勉強机の上にライトがないのでちょっとねこれね使おうかなと思ってます。そして次はじゃじゃーん、すごい大きい10インチライト付きサスペンションアームホルダーです。はい、でこれなんですけど、ここのねネジのところでこの自分でこの角度調節できたりとか、あとこっち側もねこう上げたりとか下げたりとかができるので、すごい、しかもなんかすごくないこの形みたいな。でここにね電源もついてるので、あとここへこう調節して TikTok とかね撮るときとかにねめっちゃいいと思って買いました。今まであのちっちゃめのやつを持ってたんですけど、今回この何クリップ式っていうか机にガチャってつけられるタイプなのでめちゃくちゃ使い勝手が良さそうです。でこんな感じのリモコンがあるのでライトをつけてみると、バン、おおいいね。手元をね撮影してライトが欲しい時とかにこうもうそのままここにくっつけて撮影できるからめちゃくちゃいいと思います。という私たちのおすすめライト3つでした。はい、次は私なんですけど、じゃん、こちらなんとカリンバ買っちゃいました。おお、すごくない？なんか TikTok とかでこういろんな人が弾いてるの流れてきたりとかして、うん、めっちゃ可愛いと思うんですよ。こんな感じのねケースもついてきたのでこれに入れてね持ち運べるし、あとなんかハンマーとか、あとこの何指サックみたいなやつ、多分これつけて弾くんだと思うんだけど、とかもついてきたのでめっちゃ楽しそうだよね弾くの。いいか、ではお願いします。間違いかもね。おお、めっちゃいい感じじゃない。楽しい。というわけでちょっといろんな曲をマスターしたいと思います。よし、じゃん、次シノです。ソフトで柔らかいボールを頼みました。これは柔らかいボールで家の中でも雨に怒られずに遊べるよっていうボールです。私結構家の中でサッカーを練習したいなと思ってたのでこのボールを買いました。なので家の中で遊ぶようです。はい、そして次はじゃん、この2つの壁紙を買いました。これはピンク色ですね。これはシノの部屋の壁紙の色がピンクにしようかなって思って買いました。まあ、私の机の前と横だけなんですけど、こうやってね長さとかも選べるので壁の色を変えてね気分転換したいと思います。もうすぐ私5年生なので、しかもピンク、こういうピンク色すごい大好きです。ということで可愛い壁紙買ってみました。それで次、じゃじゃーん、 LED のネイルランプなんですけど、ママはジェルネイルやってみるらしくて買ってました。あとは最後春休み限定でジェルネイル、ネイルをやるみたいです。はい、やるね、使おうと思ってはい、そして次はこちら、家で遊べるグッズを買いました。イエーイ。まあね、やっぱ家にいること多いし、これから春休みですね、ちょっとみんなで遊ぼうかなって買いました。はい、
ます。スタート。ゲームを買ってみました。意外と楽しかったのでね、また家族でやりたいと思います。はい、そして次は私が選んだんですけど、こちら大きいソファーカバーです。めっちゃふわふわ。そう、これすごいふわふわで白くてめちゃくちゃ可愛いのです。では早速かけてみたいと思います。はい、こんな感じでソファーにやってみました。めっちゃふわふわ、もうこのまま寝ちゃいそうなぐらいです。モコモコで白くて綺麗です。うん、こんな感じでふわふわです。このまままったり過ごせそうです。はい、次はじゃじゃん、こちらです。はい、これはですね、机の下に敷くマットなんですけど、お兄ちゃんのね、机の下に敷こうかなと思って買いました。はい、大きさは 90×120cm になってて、結構ね、大きめのサイズになってます。で、今はね、小さめのカーペットをお兄ちゃんのところに敷いてるんですけど、結構ね、こう椅子敷いたりするとずれてしまうことが多いので、こんな感じででっかいカーペットを買ってみました。結構ね、しっかりしてていい感じです。そして前回しのが買ってめちゃくちゃ良かったこのシートクッションがこちらです。これ本当にめっちゃふわふわでいいんですよ。はい、でね、ちょっとしのが買って良さそうだったので、私も今回買ってみました。で、早速つけていきたいと思います。はい、前回同様にこんな感じでね、しっかり留めることができます。でね、結構この腰をね、しっかりこうカバーしてくれるし、ふわふわでめちゃくちゃ座り心地いいです。はい、そしてまたまたクッションなんですけど、じゃじゃん、こちらの四角いクッションです。ここはね、ちょっとポコポコしててすごいなんか可愛いんです。四角と丸があったんですけど、今回はこの形にしてみました。こっち側の椅子はベンチシートなので、そこのベンチシートの上に置こうと思います。はい、モコモコして弾力がある感じですごくいいです。そして最後はこちら、このね、カバー付きの袋付きのヨガマットです。ヨガマット、まあ、時間がある時は夜ストレッチをするんですけど、寝る前にその時にヨガマットがあるといいなと思ってたら、ちょっとママがキムで頼んでました。じゃん、こちらです。かわいいピンク色。これね、なんか厚さがしっかりあるから、うん、腰とかさ痛くなるじゃん、床の上だと、うん、だけどそれも軽減して防ぎます。そう、いいと思います。なんかこれついてきてる。これはね、多分ね、マットをこうしまうときっていうか丸めるときに一回それで、あ、ベルトね、うん、ベルトで留めます。はい、こんな感じでね、すごい可愛い色のヨガマットでした。はい、こんな感じでテムで買ったものを紹介してみました。めちゃめちゃ可愛いのがいっぱいでおすすめです。そしてここからが大事なお知らせです。概要欄に今なら合計1万5000円分のクーポンがゲットできます。送料が無料で、なんと90日以内なら返品が無料だそうです。リンクからクリックしてクーポンをゲットするんだけど、24時間以内が有効だから、最初にね、欲しいものをこうチェックしてから、私たちの YouTube の概要欄にあるクーポンをチェックしてもらって、24時間以内にお買い物ができるようにしてください。そしたらお得にお買い物ができちゃいます。皆さんもぜひテムさんでお買い物してみてください。それでは次回の動画で会いましょう。バイバーイ。